ダクダクコンと申します。一番って今日ね頑張りますんでね、せっかくこういう場に来ていただいてると思ってるので、25分間楽しんで帰ってもらえばいいなと思って、こう簡単で踊れんで、こうやってで何でもね踊れんでね、ビール片手に踊ってもらえたらね嬉しいなと思って、ダクダクトーンと申します。頑張るんでね、ちょっと25分間まだ早いですけどね、時間はね5時半っていう、まだ居酒屋も空いてない時間ですけどね、楽しんでてもらえればな、嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ダクダクトーンです。ちょっとうちのメンバー緊張して出てくるの早いんですよね。まだこれ SE 終わってないですけどね、結構早くて。ちょっと早いですよね、まだね。SE 終わってから始まるんでね、もうちょい待ってもらえたら、僕も嬉しいんでね、よろしくお願いします。ダクダクトーンと申します。名字がダクで、名前が、からもう3回ぐらい言ってんでね、覚えてもらえたかなと思って、期待しているんですけど、覚えてもらうためにね、ちょっとね今回は斬新な企画をちょっとね用意したんですよ。ちょっとそこライトとか当たったりしますかね、ピッと。そこにですね、うちの CD あるんですけど、今回うちちょっとね大人のなんかあったじゃないですか、小学校の時に工作なんでしたっけ、小学1年生とかさ、そういうやつに工作の付録とか入ってたと思うんですけど、うちも今回それ仕様で工作できるようになってます。自分で線を折ってこう切ると CD のジャケットになるっていうね、タカラトミーとかが憧れるような仕組みをねちょっと今回取り入れてるんですけど、何が言いたいかってことですよね。この反応を見るとね、皆さんと一緒にこうライブのこの場を作り上げるっていうことを言いたいがために、今回あえてねそのまま残したんですよ、みんなにこの作る大変さとかもね。でここからリーダーからうちのバンドのね魅力とかをちょっとリーダーから、はい、なんかリーダーなんですけどぶっちゃけこれ時間がなかっただけなんですよね、本当申し訳ないですね。けどまあ中身がしっかりしてるから、ね、言っちゃダメじゃん正直に言わなきゃダメだよ、こういう時はダメですよ。勝負するタイプなんで、次の曲で楽しみにしてくださいね。まだ続いていくんでね、曲は。
ちょっと夏っぽい感じでね、はい。Shut up.